富田一泊は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、伊勢阿ノ津上主、豊臣秀吉の側近で、武行衆の一人、忌見名は複数伝わり、友信、信広、長江江とも言う。通説では、一泊は豪であるが、忌見名とする説もあり、隠居後は、水彩と豪した。また関東から富田左近の通称でも知られる。 富田氏は、宇田源氏佐々木支所流で、同族の出雲守護京国氏の家臣であった。関西へ収む所夏府では、富田城を築いた富田義安が過疎で、一泊の祖父の重地が甘小爪久に富田城を追われて没落し、京国氏同様に別領の大御国に逃れたと、されている。富田一泊は、大御国で生まれた。本願地は、大御国浅井軍と出そうと伝わる。 若年の頃より、織田信長に、旗本として使え、天正元年の長島一行一騎での畜産合戦で、奮戦し、17箇所に傷を負ったということで有名を、表した。天正10年、本能寺の変後は、橋場秀吉に仕えた。天正12年、小牧、長久手の戦いの際は、伊勢神戸城を防衛。蟹江城合戦で敗れて逃げてきた。 滝川一正を怪しんで入場を拒み、追い返した。戦後は、秀吉の外交施設として活躍し、11月、桑名城に派遣され、織田信夫との和議の本主を務めた功績で、名は星崎を授かった。続いて、徳川家への使者ともなり、織田信夫家臣の滝川武尻を連れて、浜松城を訪れ、家康の次男、お吉丸を、秀吉吉として連れ帰った。 同年、十五石田佐根証言に助任された。天正十四年五月、秀吉の妹の朝日姫と、徳川家康との縁組が成立すると、朝野長政と共に腰入れに同行して、浜松城に赴き、坂木原康政とご岐式の奉行を務めて、家康より坂月を与えられた。帰国後、同じく秀吉より、鯖尾の株と、愚足一式を褒美として与えられた。 天正十五年、九州戦役に従軍。天正十八年、七月に、真田市の領土だった、沼田城を、小田原北条市に引き渡す際、津田信勝、坂木原康政と共に立ち会いを行った。十月には、小田原征伐のきっかけとなった、殴るみ城争奪戦における、北条を宇治政、宇治治親子への門跡と上落の最速の使者を、津田信勝と共に務め、 戦後は、取り継ぎ役となって、伊達政宗との欧州市置きに関する交渉に当たった。戦後の9月7日、上山城を与えられ、大江、美濃国内で1万65国を数をされて、2万155国となった。同年、豊臣政を可視された。佐野市に養子を出すなど、東国方面の担当になっていた。天正19年うるう正月16日に、 美ノ国池田軍内で八千十国を加増され、四月二十六日にも、大見国加茂軍内で九千百七国、同国安軍、三上村で若干を加増された。文禄元年、朝鮮出兵に従軍し、秀吉本人の前、備え衆の筆頭として六百五十名を率いて、名古屋城にあった。その後、同役の金森長地下、荷重と共に、千三百名を率いて都会。 貴重後、文禄3年の伏見城武神を分担。文禄4年2月28日、2万国を数増されるが、これは、着難、信高に分治した。5月16日、伊勢国秋郡白子村に2千国を数増された。日だ切腹事件で、浅野長政が禁慎を命じられた際には五無用の、職務を代行した。事件への関与について施役院全州石田光成と共に、 伊達政宗を尋問した。7月15日、それらの行により、織田信金の没収料である伊勢阿ノ津城主六万国に違法された。この頃、秀吉の音義州となり、慶長三年の秀吉の死に際しては、異物金三十枚を受領した。慶長四年に隠居して水彩と申した。同年十月に死去、京都南禅寺の随勇案に葬られた。信孝が後を継いだ。 ありがとうございます。